ヨーロッパヒメウは、カツオドリも空間に属する鳥類である。ヨーロッパ西部や南部、アジア南西部、アフリカ北部の岩の多い海岸周辺で繁殖し、北端のもの以外は主に繁殖地域で越冬する。イギリスではこの海鳥を通常単にシャグという。ヨーロッパヒメウはカドリ全長6 8 7 8センチメートル翼海長9 5 1 1 0トル 中央行の黒い鳥で長めのお餅、喉に黄色のブチがある。成長は繁殖期に小さな関羽を持つ。カワウとは体が小さくて軽く見え、くちばしが細く、繁殖成長では関羽と羽毛の金属緑色を帯びた光沢により識別される。ヨーロッパ姫はくちばしがより小さくて細いという違いとともに幼鳥は 仮面がより暗色である。ヨーロッパ姫湯のオハは12枚で、カワウは14枚である。羽毛の緑色の光沢から、ヨーロッパ姫湯は時に、グリーンシャグや、グリーンコルメラントの別名も与えられる。非翔解で祭事し、カワウとは異なり内陸部では稀。それは、冬の、どの沿岸でも魚類が十分供給されるからである。ヨーロッパ姫湯は、ウカのうち最も深く潜る。 種の一つである。水深系を用いたところ、ヨーロッパ姫は少なくとも45メートルの潜水を示した。ヨーロッパ姫は主に海底域で餌を見つけて採食する。様々な魚を食べるが、最も一般的な餌はイカナゴである。ヨーロッパ姫は採事のためにネグラとする場所から何キロメートルも移動する。潜水に弾みをつけるため、最初。 水から飛び出てから潜る。イギリスの沿岸水域での潜水時間は、通常およそ20から45秒で、潜水の間に約15秒の回復時間がある。これは有酸素潜水と一致する。すなわち鳥類は潜水の間、肺にある酸素に依存し、それが血液中に溶け出している。海岸の岩棚、岩の割れ目、小さなホラー穴に映像し繁殖する。 巣は、腐った海藻や小枝を鳥自身のグアノによって固めた、乱雑な塊である。栄養時期は長く、2月下旬に始まるが、5月、または、より遅くなるまで始まらない巣もある。3個の卵を産む。ヒナは、メンバメがなく、帰るので、保温を親鳥に完全に頼り、多くは飛べるようになる前の2ヶ月間に依存する。巣立ちは、 通常6月上旬から8月下旬までにあり、稀に10月中旬になる。ファラクリコラクスアリスタテリース3亜種がある。亜種は、くちばしの大きさ、若鳥の胸及び足の色が多少異なる。最近の証明では、ヨーロッパ南西部の大西洋沿岸にいる種は、3亜種すべてと異なり、まだ記されていていない亜種であるかもしれないことを示唆している。なお、シャグの名は、 南半球でのカにおけるいくつかの追加種でも使われている。生殖は、ヨーロッパ姫は次の繁殖地の季節に容易に見ることができる。ファーン諸島、ファウルズヒュッハ、ルンデ、アイスランド、フェロー諸島、及びガリシア。ヨーロッパ姫の最大の集団繁殖地は、シエス諸島で2500つがいになる。ありがとうございます。